What's going on, guys? Welcome back to the channel. Welcome back. It's your boy Terabyte Reacts here. So Yu Yu Hakusho wrapped up the arc. Sensui versus we found out that Yusuke is a demon. You know, he's a demon. Some people didn't like it. Some people love it, of course. In my opinion, I think there was enough groundwork there, foreshadowing for that form. Not necessarily the form, but there was some foreshadowing, and they explained it. Now, if they didn't explain it, then it would be a legitimate asshole, and I would be wondering where it came out of. What sauce? It was good, though. You know, people are still upset about me doing sub for Yu Yu Hakusho, but that's okay. You will continue to be angry until we finish this series. That's all I can say. If you're still on the channel, you know, but it's okay. It's okay, man. So we're going to dive into this. I guess we're going to go into a couple of slice of life episodes, and then we'll jump into the next. Okay, so I appreciate you guys for sticking with the channel. I think Yu Yu Hakusho is getting the most views on the channel right now, as in stuff that I'm reacting to at the moment. I really do appreciate that. Long ass recording session again today. I'm trying to get everything out or done, or at least recorded, so I can set them up and schedule them for you guys for the week. So today I'll be reacting to all the animes for the channel, and also a couple of TV show episodes. But we'll see how things go. Anyways, thank you guys so much. Let's get to the reaction, man. All right.魔界には魔界に残るのか。二つに一つだ。お前に考える時間をやろう。
そんな時間いらねえよ。何？帰ろうぜ。人間界へ。エピローグ。明日へ。何かのまじないか。ま、いろいろとあってな。話せば長くなるぜ。話してる暇はなさそうだな。特防隊の連中か。コエンマ様、霊界はあなた方を許しませんぞ。何？エンマ大王様は浦飯祐介を抹消しろと告げられた。その命令に背き、恨めしを魔族として蘇らせてしまった責任は重いですぞ。ああ、分かっている。わしはどんな罰をも受けよう。おい、おめえら。なんだ。俺は勝つと分かってる相手に喧嘩売る気はねえんだ。何？だが、売られりゃ全部買うし、馬力によっちゃ全力で潰すぞ。コエンマは最善を尽くした。てめえらにとやかく言われる筋合いはねえ。これ以上俺の周りでちょろちょろ気に食わねえ真似してみやがれ。殺すぞ。我々の任務は魔界に通じる穴を塞ぐ。無益な戦いは必要ない。行くぞ。コエマ、すまねえな。何を言うか。それはわしのセリフだ。我が家に帰るか。なんか一年ぐらい戦ってたような気がするぜ。前にも聞いたぞ、その言葉。よかった、みんな無事だ。よかった。ケイコ、何してんだ。置いてくぞ。待って。神谷、刑務所に入っていたんじゃなかったのか。よく無事にここまで来ることができたな。まあな、あの時は必死だったよ。脱獄か。静かだな。ああ、妖怪どころか魔界中すら消えちまった。潜水は負けたんだ。そうだな。ハギリ、その胸の傷、すごい切り口だったぜ。俺も何百人と切ったが、思わず見とれた。大事な筋肉や臓器を避けて切ったというより、隙間を通したという感じだった。潜水さん。 Oh damn, so he wasn't even trying to kill him. その傷を見た時、直感したんだ。潜水は誰より強いが、俺たちは奴らには勝てないだろうな。まあいいさ、それなりに楽しめた。結局夢は覚めてしまうものか。
さてと、俺はもう姿をくらます。アギリ、お前はどうする？普通さ、飯食って学校に行く。学校か。神谷、お前は？さあな、この霧の中を歩くようなものだ。髪はクラマに切ってもらった。体の妙な模様は寝て起きたら消えていた。そして俺は普通の生活に戻った。ああ、また授業サボってんのか。そんなこっちゃ立派なボイラーマンにはなれねえぞ。ダーム、気に食わねえことがあるんだったら言ってみろ。ああ、やだやだ、こんな平和で穏やかな日常をなぜ満喫できねえんだおめえは。平和な一週間はあっという間だ。あ、そういや、御手洗から手紙が来たぜ。御手洗も天沼も学校に戻ったって。でもよ、あいつら普通の生活に馴染めなかったから潜水の誘いに乗ったんだろう。きっとまた問題起こすんじゃねえかって俺は心配してんだけどな。チキショウ、勝てねえ。天沼ゲーム強えな。勉強だけだと思ってた。でもなんでこんな遠い町のゲーセンにいんだ。俺たちはサッカークラブの練習試合の帰りなんだけどさ。別に理由はないよ。お前らに会いたくなかったからだよ。今度家に遊びに行っていいか。別にいいけど、夜中まで親いないし。いいな、俺んち自営業だから四六時中ガミガミ言われっぱなしだぜ。たまに消してやりたくなるよな。冗談だろ。時々マジに思うさ。時々だって？俺なんか毎日思うぜ。親だってだけで威張りやがって。バカのくせしてさ、息子には勉強しろの一点張り。いい点取れば次はもっと頑張れだとよ。親のお前も頑張れっつーの。養われる身はつれーよ。なんだ、みんな同じなんだ。遊軍回帰。生きてるって本当にいいな。なんか言ったか。別に。そうだ、これからうちに来ないか。え、これからか。ゲームやろうぜ。いいの？どこもある。あれなら少し自信あるぜ。ああ、ゲームならほとんどあるよ。天沼月人、11歳 B 型、11月7日生まれ。両親との3人暮らし。その後私立中学に入学。ゲームを通して少しずつ友達の輪を広げていき、普通の学生生活を送れるようになる。こんな感じ。君、その男に何か心当たりあるのかね。いや、知り合いに似てると思ったんですが、他人の空に。気のせいでしたよ。神谷実、29歳 AB 型、8月20日生まれ。自らの能力で顔を変えて逃走。後に心霊史実と称して能力を利用し奇跡の手道場を設立。多くの病人たちを治療する。 OK。 Alright。ひどいこと。でも私少しわかるんだ。
すごく強い武器を持ったらその威力を試したくなったりね。むしゃくしゃした時、自分より弱いものを虐げてみたくなったりする気持ちって。でも私はブレーキがかかってしまう。痛いんだろうなとか、かわいそうだなとか思って、だからブレーキがかからなくてこんなことができちゃう人、ちょっと羨ましく感じる。でも自分の体が無数の動植物を犠牲にして生きてることを忘れて、こんなことをする人をものすごく憎く思う。この子の体に記憶が残ってる。強い恐怖の記憶。怖かったのね。この子犯人を見てる。10代後半くらいの男3人。一見おとなしそうで優等生っぽく見えるわ。ほら、こんな顔よ。どいつもこいつも卑屈そうな面してやがる。人なんて臆病で、集団になるほど残酷になれるんじゃない。これからそいつらを狩りに行ってくるよ。え？クラスメートだ。ちょうど顔を見るのも嫌になってた。萩里要、17歳、大型、12月3日生まれ。母、兄、妹と4人家族。高校卒業後、失踪する。受験は海運学園一本か。はい。ああ、去年後半からの成績じゃ正直合格は苦しいぞ。必ず巻き返します。まあお前がやる気を出せば大丈夫だとは思うが。見たらい、なんかあったのか。ん？こういうのもおかしいが、お前いい顔になったな。いろいろあってそれが全部すっきりしましたから。三たらい清、14歳、 A 型、2月10日生まれ。両親、姉との4人家族。その後志望校に合格。That is happy dance. お別れですね。ああ。あの肝心な時に役に立てなくてすんませんした。三人とも立派に役に立っているよ。え？お前たちのおかげでユウスケたちがやる気になったからな。ばあさん言ってくれるぜ。俺はいつだって本気だぜ。え？ Yeah, right. 俺のどこが本気だって？俺がどれだけ死ぬ思いしたと思ってるんだ。死な。じゃあてめえ。柳沢、カイト、ヒド。はい。お前たちが持っている特殊能力、なるべく使うなよ。使えば使うほど普通の人間とはかけ離れてしまうからな。じゃあ元気でな。はい、はい、ありがとうございました。ヒド・アサト、相手の影を踏むことで動きを封じる能力を持つ。柳沢三成、相手の姿形、声紋、指紋、さらには記憶や性格さえコピーできる能力を持つ。海藤優、彼のテリトリーでは暴力行為ができず、しかも禁じられた言葉を使うと魂を吸い取る能力を持つ。また遊びに来んぜ。じゃあな。3人はそれぞれ学校に戻り、以後玄界の忠告を守って二度と特殊能力を使うことはなかった。その後無事に卒業。なんで俺を連れてきた。コエンマがその方がいいと言ったんだね。それが黒のショーのテープか。人間の影の部分を示した犯罪録、
今まで人間が行ってきた罪の中でも最も残酷で非道なものが何万時間という量で記録されている。霊界の資料館に戻したいと言いたいが、いえ、どうしても魔界に行きたいならそれを取引にしてもいいが。くだらん資料だ。静かだ。なんて静かなんだろう。なあ忍、お前が忍でいる時、お前は想像を絶するような痛みを感じていた。それなのにそんな素振りを一度も見せてくれなかった。俺はそれが少し悔しかったよ。もう何も言うまい。忍、このまま安らかに眠り続けるがいい。もう誰も俺たちの邪魔はしないから。潜水忍、元霊界探偵、26歳 A 型、6月6日生まれ。五木、年齢、生年月日、その他全て不明。その後、二人がどうなったか誰も知る者はいない。コエンマ様は、なんと霊界に戻るつもりはないそうだ。コエンマ様が霊界の法律に背いたのは事実です。しかし、教会トンネルを封じることに成功したのはコエンマ様の功績であることも事実。エンマ大王様、コエンマのやつ、わしに逆らいおった。子供と思っておったが、いつの間にか成長しおって。コエンマの処分は追って伝える。はは。昨日あいつに数学の教科書貸してたの忘れちまっててよ。次授業なんだよ。そうね。屋上探した？よく授業サボってあそこで昼寝してるけど。そういや屋上は探してなかったな。ちょっくら行ってくるわ。うらめし！うら、おい。あれ？くそ、ここにもいねえ。一体あの野郎どこ行っちまったんだろう。こりゃ恵子ちゃんにでも借りるっきゃねえか。平凡な生活は退屈すぎるが、みんな新たな生活に戻ったようだ。だが俺は迷っていた。操ったやつが確かにいなかった。あれは俺自身の戦いじゃねえ。納得できねえぜ。It's crazy。 よしな、お前。 I meanHe's worried about that demon, so I'm guessing that's what this arc is going to be about. I'm just guessing. You know, because things are going to happen, Yusuke. And the thing about it is that I understand where he's coming from. He still need to go to school though, nigga. Come on now.So, let's get to the next one. That's what we're doing. I know I didn't talk much during that episode.
It's not much to talk about, really. Them just showing what everybody's gonna go through, you know? Telling us what's gonna happen with the characters that that helped out, and the ones that didn't die, found out that he didn't actually kill that guy. So EA is just one of those characters. So let's jump into it. That was a dream. Okay. その訳は自分でも分かってるつもりだけどな。ユウスケの運命、危険の足音。池田。はい。井上。はい。上田。はい。裏飯。なんだよ、裏飯はまた欠席か。雪村、裏飯はどうしたんだ。さあ。私、ユウスケの監視役じゃありませんから。ああ、そうか。榎本。はい。大橋。はい。あんにゃろ、どこに吹けてやがんだ。まったく。桑原いないのか。はい、100年前からここにいます。ユウスケ。どうした？いや、声も。それじゃおめえまだ謹慎処分は解かれてねえのか。まあな、あれだけ親父に逆らったんだ。のこのこ霊界に戻るわけにはいかんだろう。しばらくはこっちの世界にいるつもりだ。ボタンがこっそり教えてくれた話だが、親父がかつてわしの部下だった霊界案内人を集めてあちこちに飛ばしているらしい。あの親父のことだ。何かを考えている。油断するなよ、ユウスケ。どういうこと？親父はお前の抹殺命令をまだ取り消してはいないはずだ。エンマ大王が一度下した命令をそう簡単に覆すはずはないからな。これだけ言えばもうわかるな。くっ、霊界からの刺客か。面白い。ちょうど退屈してたとこだぜ。お前、潜水とあんだけの人を演じてまだ懲りんのか。あれは、あの戦いは俺が蹴りをつけたわけじゃねえ。この俺に乗り移った野郎が勝手な真似をしただけだ。後悔してんのか。何を。人間界に戻ったことをだ。ちょっと物足りねえだけさ。要するにないものねだりってやつだな。ないものねだり。こっちの世界じゃまともに喧嘩できる相手がいなくなっちまった。だからって魔界に残ってりゃこっちの平和とか、お袋や稽古や桑原のアホ面なんかが懐かしくなるに決まってるしな。だからないものねだりか。そういうこと。結局どっちにいたところで他人もんばっかりなんだよ。
てもな、なんかすっきりしねえんだよ。あの潜水との怠慢勝負に割り込まれてからずっと何をやっても中途半端な感じがしてしょうがねえんだ。ユウスケ、一度玄海に相談してみろ。彼女なら答えを見つける手助けをしてくれるだろう。ばあさんに？ああ、そうは思えねえけどな。甘ったれんじゃないよ。自分のケツぐらい自分で拭きな。ほらな、思った通りだ。はっ、カッカッてやっべっ。お前がこれから何をしようと勝手だよ。仮にお前がこの世の全てが嫌になってぶっ壊そうと思っても、もはや私には止める力はない。何言い出すんだいきなり。はっ、カッ、ちょっとは、また負けた。人は自分の気分次第で壊せるものを持っている。おもちゃだったりペットだったり家族だったり国だったり人それぞれだ。お前はそれが人よりでかい、それだけだ。壊したくなったらその前にここに来な。まず私の命をくれてやる。アホらしい。そう願う。持っていきな。あ、何の住所だ。佐藤黒子が住んでいる場所だ。佐藤黒子、誰だそれ。旧姓真田黒子、初代霊界探偵だった女さ。初代の霊界探偵だった。私よりはお前に近い。世間話だけでも参考になるだろう。裏飯、裏飯。今日も欠席か。一個のリンゴが腐っていると箱の中のリンゴは全て腐ると言った者がいる。しかし諸君はリンゴではない、人間だ。諸君がクラスのクズを教訓とし、私はああはならないと思う人間であることを願う。くっ、何にも分かっちゃいねえな。あんなキラキラ輝いたクズがどこにいるんだよ。だけど何やってんだあいつ。せっかく平和に戻ったんだから学校生活を楽しめばいいじゃねえか。よし、余分な話はこれで終わりだ。さあ授業、授業、授業に戻るぞ。教科書をちゃんと開いてるか。なんかたらい回しにされてるような気がしてきたぜ。冒険注意？たく、こんな偏僻なところに誰も来やしねえよ。I like where this downtime that they're having. なんだこれ。Why is Yusuke not going to school? 気持ち悪い骨は。Somebody's watching. Okay. ガキ、また証拠りもなく母ちゃんを狙いに来たな。妖怪変化ね。お前なんか母
ちゃんが相手するまでもないよ。こらこら、子供たち、正義マンごっこは他でやりなさい。マンダームよ。ここまでおいでー。くそ、なかなか。ならこっちも本気で行くぞー。 OK。 ソリューハー。海星、吹雪、やめなさい。はい、吹雪やめます。君が、ユースケ君ね。あんたが、初代霊界探偵、クロコさんか。限界師範から連絡受けているよ。元気のいいやつが来るってね。ごめんね、陽気を感じたらとりあえず襲えって仕込んであるからさ。安心していいよ、一度顔を覚えればもう攻撃しないから。じゃあ入り口の猛犬って。そう、こいつらよ。犬よりたちが悪いけど。ってことは、来る途中にあったあの骨は、こいつらが退治した妖怪のでしょ、たぶん。ようこそ、クロコの夫で、佐藤翔吾と言います。これでも小説家なのよ。どうも、浦飯祐介です。なあなあ、お前の名前って変だな。恨めしいユウスケだなんて。恨めしいな。じゃあおめえらどうなんだよ。俺たちはかっこいい名前だよね。うん、ほら、二人とも自己紹介しなさいよ。うん、真田海星、9歳です。好きなものはテレビです。真田吹雪、8歳です。好きなものは萩原雅人くんです。真田、佐藤じゃねえの。だって真田の方がかっこいいんだもん。佐藤なんてどこにもいるじゃんな。なんか甘そうだしさ。そんなこと言うなよ、二人とも。気にしない気にしない。子供の言ってることなんだから。そうか、クロコのところへ行かせたのか。ああ、行けなかったかい。いや、クロコなら心配ないだろう。なんかあるって感じだな。親父のユウスケ抹殺命令がいろんなところに依頼されている。何？今のユウスケを倒すとしたら、霊界と人間界を含めてもごく一部の奴らに限られてくる。かつて霊界探偵を務めた奴らか。そういうことだ。親父殿も酷な真似をするね。あんた、真ん中。当時14歳。その後霊界探偵になって、3年間で身長だけ40センチも伸びて、体重は変わらなかったからね。Badass though。俺もあと3年したら霊界探偵になるんだ。あんたは無理よ、女に弱いもん。さてと、何か飲もうか。ブランデーでいい？お、いいの？話せるね。俺たちも飲む。飲む。やった。はい。おい、kids drinking？ こんなチビどもに酒飲ましていいのか？いいわよ。これだもん。ウイスキーボンボンか。
ことは俺も？そう、紅茶にブランデーを一たらし。ああ、やっぱし。Got him. IEDY. Anxiety. 心配。HESITAT. Hesitation. ためらい。PATI. Patience. 我慢。我慢。ほら、快晴に吹雪。チョコレートの一つや二つでだらしがないぞ。母ちゃんこそビールいっぱいで酔っ払ってた。苦労が絶えないね。わかってくれる。ほら、ユウスケ、お前の必殺技を見せてみよう。受けてやるぞ。十年早え。ねえ、あの夜のことが忘れられないのよ。それもあんたが仕込んだのか。わかる？クロコさん、なんで霊界探偵辞めたんだ？結婚退職よ。切った張ったの世界より愛に生きることにしたの。相変わらず懲りない妖怪たちが襲ってきたりもするけどね。平凡で退屈な毎日かもしれないけど、それはそれで幸せよ。そういうもんかね。結婚する少し前、忍くんにも会ったよ。彼の霊的な力の強さは一目で分かったけど、すごく儚そうにも見えたな。なんだよ。その点君は全然大丈夫。あと10年は霊界探偵をやっていける。この私が保証するよ。もうクビになっちまったけどな。ねえ、正吾を見てやったら、この子の未来。彼、趣味で占いをやるのよ。プロも顔負け。じゃあ、リュウスケ君、ちょっと手を貸してくれるかな。ああ。今度は顔をこちらに向けて、まっすぐに。そう。君は今、身の回りに何の不満もない。しかし、心のどこかでいつも危険の中に身を置きたいと思っている。ピンポン、ご名答。もし君が自分の気持ちを第一に考えるなら、迷っている時ほど動かない方がいい。どういうことだよ。君が望む望まないにかかわらず、危険はどこからか君に近づいてくる。Oh shit. Oh damn. こんな夜中に客来んの？さて、編集者との打ち合わせは明日のはずだが。To editor? Are these former spirit detectives?Okay, look like somebody just activated a territory. 誰? Oh, hell nah! Okay, so we got three flashes showing up. They're phasing through doors. どちらさん? お前に用はない。そっちの男に話がある。と。夜分に恐れ入ります。何分時間が限られているので、要件だけ手短にお話しさせていただきます。ユウスケ君に用？
よくここが分かったわね。容器をつけました。で、てめえらの要件ってなんだ。我々は魔界からやってきたのです。な、魔界、はあ、What? 浦飯雄介さん、あなたの運命をお話ししましょう。俺の運命だと。ええ、これは逃れられない宿命です。おう、ユウスケの前に現れた魔界からの訪問者。この3人が語ろうとするユウスケの宿命とは果たして。Okay, so three dudes just pull up and be like, yo, we're here to tell you what you, a destiny that you cannot avoid. Okay. So we are dipping into the final arc of the series, as you guys have informed me. And I'm definitely intrigued to see, you know, what's going to happen. What is this destiny that they speak of? Of course, I want to know about that. He's been skipping school. I think the situation that's going on with Yusuke right now is that he can't really, you know, when you feel like you don't belong, you know what I mean? Like you're in a position where you can't, you don't necessarily understand what's supposed to take place. You know what I mean? And I understand why he's not going to school, even though he should. But he's trying to figure out who he is now, what he's supposed to be represented. Why him? Why does he have this power? Why has he been chosen as a spirit detective? It's a sense of, you know, having an imbalance right now that he doesn't really know how to, understand. Because as he explained, it's like he's caught between two worlds. It's like he wants to go to the demon realm, you know, and figure this shit out. But he's going to miss his family and stuff. But at the same time, you know, if he stays in the human realm with his family, he's still kind of missing something, because he want to find that dude that took over his body. So I do understand where he's coming from. Still need to go to school, though. I'm glad that he's trying to figure this out. And these three dudes show up, went to go visit the first spirit detective. And it is kind of shocking that the first spirit detective was a woman. I didn't expect that at all. I'm gonna be honest. And that is not to say that I'm sexist or anything like that. It's just that that really surprised me. And anime does this a lot. Anime does stuff like this a lot from day one. And that's why nowadays when people tend to talk about people are, you know, sexist because of this and that and whatever, and I'm like, have you been watching TV shows and anime for a long time? Because, you know what I'm saying? Because we have such strong female characters in video games from the beginning of video games with characters like Samus. You know, people talk about this stuff all the time, and I'm like, you haven't been around long enough to even talk about it, or at least make a comment about it, because you don't really know. You haven't done your research. You just, you know, yes, you know, there's been a lot of video games with the lead character as a male. You get what I'm saying? But they are very beloved female characters that are in video games, that are in anime, that are in TV shows, that are in movies. So that's why when they come with all this stuff, it's like equal representation and all this other stuff. And I'm like, do what you do. Just don't push agenda. You get what I'm saying? Let things happen naturally, because when you force it, i.e. all women, you know, cast, Ghostbusters, all women cast, Ocean's 8, all of these movies, and, you know, you're trying to force an agenda, of course people are going to lash out, because they're like, yes, we love representation, but if it sucks, we're going to tell you it sucks, and we're not going to tell you
it sucks just because it's all women. I can tell you for a fact, I kind of enjoy Open's 8. Ocean's 8. It was a pretty decent movie. It wasn't a bad movie. It wasn't a terrible movie. I enjoyed it to a point. I didn't enjoy it as much as I enjoyed 11 and 12 of Ocean's 11 and Ocean's 12. Like, I didn't enjoy it as much. I think they could have done better. But I think the plot of that movie was very good. So when you hear me talk about, like, stuff like this, is not to say that, oh, I expected it to be a male or whatever, or it should have been a male. Is that I'm appreciating the fact that the first spirit detective is a woman. Because, you know, anywhere you go, you talk about this stuff, people are going to be like, oh, this and that and whatever. You shouldn't say stuff like that. And I say whatever the hell I want on my channel. You get what I'm saying? It's how I feel about the situation. So let me not turn this into a political discussion. But in any case, you know, I'm glad that Yusuke is seeking help. He wants to, you know, have someone to talk to that's really understanding of what he's going through. And I think, you know, this is just a person that is really, you know, he can get some sort of direction from, you know, of, you know, how to live that life, being a spirit detective and all this good stuff. So I'm waiting to see what is going to happen. Of course, I'm doing two more episodes today, so you guys will have that too. So it's not going to be on this video. So leave a like on this video before you jump to the next one. Comment and also subscribe if you're new. It's your boy TerraByteReacts. See you guys for the next video.